今日は牛タン、ここの大須のこの牛タンのお店を調べてきました。タカはちなみにめっちゃ家で牛タンを食べた時期があったよね。あった。もうほぼ毎日牛タンを食べて、ふるさと納税で宮崎の牛タンをこれぐらい来たよ、パックでいっぱいもらったからほぼ毎食昼ご飯牛タン焼いてた、家で。でもそれもなんか半年ぐらい前にもうなくなったから、うん、今日は牛タン食べたいなと思ってこれを調べてきました。はい、初めてなので何もわかんない。めっちゃ美味しそう。え？牡蠣もあるんだ。なんで？牛タンと牡蠣の相性がよくわかんないけど。仙台牛タンって書いてある。ね、仙台で有名だよね。で、トンタンっていうのもある。ああ、牛タンとトンタン。うん。豚もあるし、牛もある。豚は食べたことあるかな。あ、一回バーベキューで食べたでしょ。うん、海鮮のあっちの。うん、食べたね。注文お決まりになりましたらこちらの QR コードから。ご注文お願いします。はい、わかりました。最近増えてきたよね、この QR コードで注文する。うん、めっちゃ美味しそうだよ。めっちゃうまそう。なんかな、どうせなら2種類のあれ食べたいよね。牛タンとトンタン。炭酸米定食。味噌タン焼き、トンタン焼き。なるほどね。つくね1本。いや、でも普通にシンプルに牛タンとかトンタンを焼いて塩で食うのが一番うまいんじゃない？なんかマンダラみたいなのが今見つけたよ。マンダラ？なんか丸い皿に真ん中にお肉があって、周りにいろんな小さい品があって、ご飯とかとろろとか。そっか、牛タンには麦飯なのかな。どういうこと？白いライスじゃなくて麦ご飯。あ、そうか。とろろと牛タンも合うからね。知ってる？仙台の牛タン食べるととろろとかついてきたりする。ああ、だからここにもついてたり。とろろ飯ね。レナがあんまりとろろ飯は食べれないけど。タンユッケ。うわ、うまそう。すごいなんかタンユッケ食べたいね。興味あるね。食べよう。初めてかもしれない。牛タンのユッケって初めて、人生初だね。すごいしっかりした食感。めちゃめちゃ美味しいよ。味がいっぱいあって、味がいっぱいある。いや、なんかその次から次へと違う味が出てくる。そう、ソースの酸っぱさと卵の滑らかさとお肉のしっかりした食感。めちゃめちゃ美味しかったよ。本当、うん。なんか見た目はそんなにだけど美味しいよ。もうちょっと食べよう。普通のユッケと牛タンユッケの違いはあるの？あ、全然違う。あ、全然違うんだ。うん。これ本当にすごい噛み応えが。歯応えが。うん、これも来ましたよ。何かわかんない。覚えてない。何だったっけ？牛タンローストビーフ。あ、ローストビーフ。美味しい。味付けが全然違う。食感がすごい似てる。牛タンはやっぱり同じような食感になっちゃうんだね。ジューって感じ。なんて感じ？ジューって感じ。牛タンだけにギューって感じ。面白いこと言う人だね。こんな親父ギャグみたいなこと言う。動いちゃった。ギューって感じ。コメント欄が荒れるよ。クソつまらんぞって荒れるよ。じゃあ俺は2枚一気にいこうかな。うん、うん、味付け美味しい、ね、食感は確かにユッケと似てるでしょこれを細かく言ったらユッケの食感。そうだよ。でも味付けがすげえ美味しい。何枚でもこういける感じじゃない？さっぱりしてて。でもご飯が欲しくない、うん、ご飯が欲しくないな。じゃあご飯注文しよう。ご飯大盛りです。ご飯はご飯小盛りですね。ありがとうございます。うん、美味しそうだね。なんかあれに似てない？家でいつも食べてる牛タン。うん、こう厚切り牛タンついてて、塩とあとはこれは豚かな。で、味噌タレがあって。いい香りする。これスープさっぱりしてめちゃくちゃうまい。肉が入ってるさっぱりしたスープ。さっぱりしてるね。うまくない？ご溶けてるよ。嘘。永遠に煮込んだみたいな感じでもう口に入るともわっと。すごいじゃん。美味しいパンですよ。じゃあ続いて。じゃあ続いて。タン。もうプリプリの熱々の、うん、美味しい。塩タンのトロトロのこれ美味しい。ご飯と一緒に食べようかな。食べてみて。だってタンってさ、あ、はい。食べて。喜んで。うまっでしょ。さっきと比べられないでしょ。なんかちゃんと歯ごたえはあるんだけど、口の中に残らずに溶けていく感じがする。ね。なんだろうね、味噌かな。わかりません。いただきます。ちょっと辛い。最初はすごくいい。あ、でも辛くなってきた。なんか美味しそうだったからもりもりでつけてたから。うん。わさびかな。わさび味噌みたいな感じかもしれないよ。うん。なんか食感もちょっと違う。さっきと。あ、お肉の？うん。なんかちょっとよりしっかりした感じはする。ピクルスもなんかもりもりできてたね。ピクルス。キャベツかな。あ、漬物ね。そうそう、漬物だよ。ピクルスじゃないや。これにして、この緑のやつ。私今食べたやつ。レナが味わかんなかったからね。ああ、そうそう、教えてください。あ、なんか味噌っぽいね、やっぱ。いただきます。うん。うまっ。マジうまっ。飲み込むのが早すぎる。味付けおいしい。辛くないよ、全く。あ、辛くないの？うん。じゃあなんで？なんかどちらかというと甘いよ。甘い味噌って感じ。この麦ご飯もめっちゃ美味しいね。じゃあこれは豚かな？あ、豚、そっか。これ牛タンと。え？どっちがどっち？今俺ら豚食べてた？なんか食感全然違ってたよね。違った。あ、今豚だ。豚タンだ。うん。美味しい。豚？牛？わからない。美味しいタンです。バカ舌の人にはわからないらしい豚と牛の違いが。ちなみに牛タンってあれだもんね。ドイツにはないもんね。牛タンを食べる文化。タンは貧乏の人が、うん、昔は食べなきゃいけなかったみたいな考え方で、今は全く人気がない。だからドイツに行くと意外と牛タンこうでかいの。うんうん、すごく安く売ってて、それビジネスになるじゃん。じゃあドイツ人はびっくりするんじゃない？日本で高級焼肉屋さんとか行って牛タン出てくるじゃん。牛タンとホルモンとね。でも食感があれかな。頭の問題だと思うよ。これが舌ベロだって思うとダメなのかな。そう、それ言わなければ多分、あ、これ美味しいねとなるけど。レナのパパとママにも日本に来たら食べさせてあげるけど、言わないどこか最初。ママがなんか変なところも食べたりするから。ああ、そっかそっか。豚の足とか。そっかそっか。変なところ。なんでもいいと思うよ、ママは。うん。やっぱ豚と牛で全然食感違う。なんでわかるの？牛の方が圧倒的に美味しい。食感が全然違うよね。うまっ。今わかったよ。外側が牛、真ん中だったのが豚だった。俺はもう5分前からわかった。これの食感が一緒。やっぱ牛のが美味しくない食感。まあでも好みかな。豚の食感もプリプリしてて、そう美味しい。ちょっとどちらかというと脂身が少ない感じ。豚の方が。それ俺のだよ。もうそんなちっちゃいかけらいらないよ。じゃあいいよ、食べる。うまっ。どうぞ。うい。麦ご飯にとろろ。そんな美味しいわけないよ。めちゃめちゃ美味しいよ。なめとんのだ。とろろ飯マジで美味しいからね。食べてみる？すごいさっぱりしてるよ。大丈夫。熱々だね。本当に熱いよ。ぐつぐつしてる。すご。どうぞ。熱いうちに。いやでも熱いうちに私は死んでほしいの。そう舌がやけとしちゃいますよ。本当に香りがいいね。なんか赤ワインとかで煮込んでるみたいな感じはする。おいしい、めっちゃ柔らかい。味は辛い？全く辛くはない。でもなんかシチューのクリーミーさが、あ、野菜でもいい。社長止まりませんね。これ美味しいよ。どんどん食べますね。これパンとかもらっても美味しいよね。バゲットをさ、そうだね、染み込ませてジュワッと、バゲットが欲しいな。こうつけて、最高な。え？何がね？何がね？俺一口してあげるって言ってないよ。まだ食べてるの？まだこれもうないよ。ごちそうさまでした。食べきったね。マジでうまい。ありがとうございました。美味しかったよ。美味しかったですね。これはちなみにいくらだったと思う？1人2000円ぐらい。2300円。おお。4600円だから。これぐらいの値段でこれぐらいの満足度がちょうどいいって感じ。すげえ美味しかった。すごい高級じゃないし、すごい安くもないし、デザートはどうしますかね？帰りましょう。え？帰りましょう。今せっかく大須に来てるのに。さっき言った牛タンのお店。向かい側に。たい焼きのお店。はい、ありがとうございます。社長がたい焼き買っております。たい焼きゲットしましたよ。チョコレートたい焼きだよ。視聴者さんに質問です。たい焼きは尻尾から食べるか、顔から食べるか、どっちですか？顔でしょ。そう、かわいそうじゃない。かわいそうじゃない。頭からいかないと。かわいそう。豪快に。かわいそうでしょ。だから本当はこうだよ。繰り返して。かわいそうなんだ。食べない方がいいんじゃない？俺が食べようか全部。うん、美味しい。チョコレートめっちゃチョコだよ。なんかチョコがすっごい濃厚で美味しい。だけど安っぽいチョコの味じゃないからいい感じ。取られましたやった。うん、たまには優しいね。これ生地うまいね。パリパリってしてるなと思ったら中はもちもちってしてた、だからちょうどいい。食べる？いらん。ありがとう。社長が全部食べちゃいました。満足しましたよ。まずは牛タンを食べて、その後はたい焼きを食べて、お腹いっぱいになって幸せです。また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。